はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パワテラです。今回は30秒で高速複製できる手順となります。フレンドさんが必要で、右上の画面が複製する人、アシストの招待セッションなどに行きます。では、大きな画面の人がフレンドさんで、まずは公開セッション、自由照準に行きます。お互いね、パーティーを組んでいると、やりやすくなりますので、パーティーを組んでください。では、まずフレンドさんの準備ですね。公開セッションに行って、オフィス所有していることが条件となり、オフィスの中に、さらにね、この特殊車両のジョブ解除しているのが条件となります。では、公開セッションのオフィスに到着したら、まずね、パーティーから複製する人に参加をします。一度読み込むということですね。で、セッション参加。警告画面が出たら丸、注意画面が出たら×。これで照準が違うということになりますね。まずはこの状態でスタートします。そして CEO に登録します。登録したら CEO のね、デスクのとこに行きます。ここの特殊車両ジョブ、これは車両調達というね、公開セッションでね、やるやつなんですけど、4台ぐらいね、車両を調達しないと特殊車両のジョブが開始できません。これは CEO 倉庫も必要となります。ではここ、左のやつですね、真ん中のやつが4台ぐらい回収していて、特殊車両を右のやつで開始できます。そしてこの開始のところにカーソル合わせた状態で、これから PS ボタンで、複製する人にね、参加をしていきます。ここで PS ボタンから複製する人に参加の丸を押したら、すぐに丸、×、丸と押していきます。そうすると画面が固まった状態、そしてね、さっきゲーム参加できませんと出てれば OK です。左上に文字が出たら右十字キーを1回押します。そしてここでタッチパッドを長押しします。長押しした時にメニューが出れば OK です。もしもアクションメニュー出ない場合は、シャークマネーカード購入画面を出して閉じるとやり直せます。オフィスの装飾を1個プレビューをします。そして暗くなれば OK です。このまま待機すると次にもう一度ね、オフィスの内装が見えるようになります。完全に見えたら今度はまた違うね、オフィスの内装を1つ選択してプレビューを押していきます。ここを押すと完全にね、無限ロードみたいになって真っ暗になります。オフィスの装飾、これをね、プレビューをしても真っ暗にならない人は、これもね、シャークマネーカード購入画面を出して開いて閉じるとこうやり直すことができます。完全に真っ暗な状態になったら、今度は PS ボタンからパーティーに行き、複製する人、今照準が違う状態にいるので、セッションプレイを押して、このセッションに呼びます。そして複製する人はそれを受け入れて、このセッションに到着します。複製する人はカジノ付近のデラックスドリフトというジョブを開きます。そしてロビーまで行ったら、お手伝いさん、大きな画面の人はパーティーから複製する人に参加。そして警告も丸で参加していきます。完全にロビーに入ったら、今度は右上のね、車両を複製する人がプレイヤーからフレンドさんを選んで、除外するを選択します。除外するを選択すると、お手伝いさん、大きな画面の人は強制的に退出となり、このデラックスドリフトというね、ところの、ジョブトリガーの場所にワープさせられるようになりますね。これでバグっている真っ暗状態を解いて、要するにレーダーから見えない状態の変な状態になります。では、ここになったら、複製する人はジョブのロビーをやめます。そしてお手伝いさん、大きな画面の人はカジノの中に一人で入っていきます。ここでカジノ入っていったら、今度は正面の左前のところにあるおじさんのところのロビーのところに行きます。ロビーのところに行って、カジノペントハウスの
所有している車両何でもいいので1台乗り出していきます。この左前に行っておじさんのところに話をかけて、駐車サービスですね、右十字キーを押して駐車サービス、そしてカジノのペントハウスのガレージ、何でもいいので車両を1台要請します。そうするとまた無限労働になるので、複製する人はね、ここで複製の犠牲車両が入っているアリーナやカジノの近くのジョブトリガーを一つ四角丸でマップからね開始していきます。で、完全にねロビーまで行きます。ホストしますかと言ったらホストを選びます。この時に星マークのアリーナの近くの敵対モードを開くと、結構ねうまくいかなかったりする場合もあるんですが、その時の対処法も含めて解説します。ではジョブのロビーに行ったら、フレンドさんはここでパーティーから複製する人に参加、そしてこのまま丸を押していくとロビーに入ると思いきや、そのままねジョブトリガーのところに透明の変な状態になります。このような状態になったら、またここでね複製する人はジョブのロビーをやめて、次にミッションタイタンジョブを開いていきます。そこでミッションタイタンジョブを完全に開いたら、この透明になって動けない状態の人がミッションタイタンジョブを開いている人に参加、そして参加の警告が出たらジョブロビーをやめてもらって、そのまま参加っていう風に押すと存在しませんとなり、弾かれてその場所に到着できたりします。この時ね、他の人がね入り込んだりすると結構変な風になってうまくいかない場合もあったりもしますけれども、これもね一応回避はできます。ではこのままジョブロビーをやめてもらって、警告で参加をして、存在しませんとなり、空に飛んでって戻ってこれるようになりますね。ではこの時戻ってきた時に、普通ならばここで完全に歩ける状態だったりするんですが、もしも完全に歩けない場合はまたね違うジョブトリガーを開いてもらったりして弾かれるっていうのをやっていきます。では完全にまた歩けない状態、変な風になっちゃってます。こういった時はまた複製する人が違うジョブのねロビーなどを開いて、できればね、デスマッチとか普通のレースとか使っていきます。そしてジョブのロビー完全に開いたら、この無限ロードになっているような人、フレンドさんはパーティーからその人に参加をしていきます。複製する人が完全にジョブのロビーを開いたら、フレンドさん動けない人は PS メニューからパーティーで複製する人にセッションの参加を丸、最初の警告画面で止まっておきます。止まったことを確認したら、複製する人はジョブのロビーをやめる。今度は複製する人がやめたことを確認したら、フレンドさんはこの警告ボタンを丸を押して、もう存在しませんと出ます。そして丸を押すと空に飛んでいき、元に戻れるというふうになります。まあ、この時ね、やはりね、他の人が参加しているとこのように違う場所になったりします。では2人ともカジノの方で複製する場合をまず説明していきます。複製する人は機動作戦センターを呼び、まずこのまま、複製の手伝いをしてくれるフレンドさんの近くに行きます。複製のお手伝いの人はねカジノの近くにいて、複製する人は MC でファギを呼びます。これが犠牲車両となるんですが、必ずねクラブハウスにはファギオない状態にします。もしもファギオがクラブハウスにある場合はサンチェスなどを買って全部ファギオを消すようにします。必ずねクラブハウス以外にあるファギオ要請して、この車両をフレンドさんに乗ってもらいます。車両アクセスは全員にしておいてください。この状態で MC で車両を保管庫に戻すというふうに押します。これでもフレンドさんが降りない状態になれば OK です。フレンドさんはある程度ねカジノの、北側の方ぐらいにちょっとね移動します。そして複製する人は
カジノのガレージの入り口ら辺まで来て、 MC からファギオを右十字キーなどをして必ず違うファギオを要請します。要請して 2,3 秒経ったらカジノの、ペントハウスの中に入ります。この中に複製したい車両がある状態ですね。複製に向いているのは石井レトロカスタムやエレジーレトロカスタム、サルタン RS などです。カスタムナンバープレートはいりません。フレンドさんはバックはできないんですが前進はできるので、ファギオから降りないようにしてカジノのガレージ付近まで行きます。複製する人はカジノの中にある車両、複製したい車両を外に乗り出します。ここで注意点ですね。こっから車両を降りるのはフレンドさんだけです。お手伝いのフレンドさんだけが車両を降ります。車両を降りると犠牲車両のファギオ、これが消えて複製しようと思っている車両のナンバーが変わります。ナンバーが変わったら5秒ぐらい経過してから機動作戦センターの中にその車両をしまう。これで1台複製が完了です。ではこのままね、2台連続でやる方法です。完全に金色のクルクルが右下終わってから、この車両をもう一度外に乗り出していきます。そしてバグっているフレンドさんにこの車両を渡します。必ず車両アクセスは全員にしておきます。そしてフレンドさん乗ってある程度離れていきます。カジノの北側ぐらいですねの入り口あたりまで移動します。まあ、普段ねファギオとかね、整備士とかで呼べるような位置ぐらいまで離れるということです。要するに車両を保管庫に戻すという文字が出ない状態にして、右十字キーなどを押して違うファギオを要請します。要請して 2,3 秒経ったらまたカジノペントハウスに入ります。カジノペントハウスに入ったらフレンドさんはまたカジノガレージあたりまで移動していきます。これが息がうまく合えば本当に30秒に1台できるようなスピードとなります。では複製する人、また複製したい車両がこの中にある状態になってますので、これを外に乗り出していきます。外に乗り出してまた注意点ですね。降りるのはフレンドさんのみです。必ずフレンドさんだけが降ります。複製する人は絶対降りちゃダメですね。そしてフレンドさんがここで車両を降りると車両が消えます。そして最後に呼び出したファギオのナンバーが複製しようと思っていた車両に移り、複製された状態になるので機動作戦センターにこの車両をしまう。これの繰り返しです。必ずねクラブハウス以外にファギオを大量に用意します。ではカジノで複製することもできるし、他のアリーナの場所でも可能です。要はやり方は同じです。ファギオをフレンドさんに渡します。もしもこれで乗れないっていう時は必ずね車両アクセスをね確認してください。最初はね車両アクセス全員じゃなくても乗れちゃったりするんですが、このようにねもし乗れないっていう場合は車両アクセスをもう一度確認して全員にしてください。そうするとねフレンドさんがこのファギオに乗ることができるようになります。そしてこのファギオフレンドさんが乗って、まあある程度ね離れなくてもこの位置アリーナの前だったら、多分ねほとんど移動しなくても大丈夫です。で MC から車両を保管庫に戻すをしてもフレンドさんが降ろされない状態を確認できれば OK。 ではこのまま複製する人はアリーナの入り口ら辺までね移動していきます。自分でこの距離を移動するので、おそらくこの位置あたりで MC からファギを違うもの、右十字キーとかして違うものを選びます。要請して 2,3 秒経ったらアリーナの中に入り、アリーナの中には複製したい車両を入れておきます。これも同じです。石井レトロカスタムやエレジーレトロカスタム、サルタン RS などを入れておきます。カスタムナンバープレートは必要ありません。よくねあるんですけれども、スーパーカー高級車とかをコピーしても本物はもちろん半額で売れますが、コピーしたものは基本的に売れないコレクションになりますので気をつけてください。デラックスとか、オペレスターマーク2とかも一応複製できますが 2,30 万程度にしか基本なりません。では複製したい車両、イッシーレトロカスタムなどをこの車両乗り出していきます。またここでね注意点ですね。外に乗り出したら
降りるのはフレンドさんのみです。複製する人がねここで降りちゃうとね車両に乗れなかったりとかするようになっちゃうので、必ずフレンドさんだけがファギを降ります。ナンバー変わったらこれを機動作戦センターの中にしまう。これでね簡単に1台複製完了です。これも同じく連続で簡単にやり続けることができます。何度も言いますがファギオはクラブハウス以外に大量に用意しておけば、そのファギオがあった位置に複製された車両が自動的にどんどん移動されます。では連続してやる場合はこの1周を外に乗り出してフレンドさんに渡します。フレンドさんが乗ったままでいます。複製する人はアリーナの方に向かっていき、アリーナの入り口あたりまで結構距離をね空けます。フレンドさんとの距離が重要となります。ここで MC でファギオ違うものを選びます。必ず右十字キーとかをしてね違うファギオを要請します。 2,3 秒経ったらアリーナの中に入っていき、また複製しようと思っている車両を外に乗り出していく、この繰り返しですね。基本的に今ある車両複製っていうのはカスタムナンバープレートはもうほぼね必要ありません。唯一必要なのは複製というよりも車両をフレンドさんにあげるグリッチなどで、まあもちろんね売却目的じゃなければ大丈夫だったりするんですが、売却目的であれば GCTF と呼ばれるフレンドさんに車両をあげる場合はカスタムナンバープレートが必要となります。こういったね単純な複製は今のところねカスタムナンバープレートほとんどね必要ありません。外に乗り出したらフレンドさんは車両を降ります。そして複製しようとした車両がナンバー変わり、この車両を右十字キーで、機動作センターにしまう。こんな感じでね超高速で連続複製できます。まあよかったらやってみてください。